有者とは、鉄道による貨物輸送に際して、輸送上の理由により連結される荷重を負担しない貨車のことである。主に以下の3種がある。前2社については、通常は無賃でなく、表記荷重トン数に応じた運賃が徴収される。他に、複合線軽車運車運用時に、電気機関車のパンタグラフから飛散する、鉄粉等が積み荷にかかるのを防ぐ目的で、機関車 G に、 脇五線形有害者等を勇者として連結した例などがある。長尺物輸送時の勇者として使われる地線形、長物車、大物車等に社長を超える貨物を一社、または二社またぎで積載する場合、その前後あるいは中間に主として、空車の長物車を勇者として連結し、輸送を行う。曲線通貨の関係上、積み荷の突出量には制限があり、従って、 勇者の長さは一定以上必要ないため、小型の二軸車が使用されることが多い。当初は勇者として使用する貨車の空きスペースには、貨物の積載が認められていなかったが、大正15年の国有鉄道貨物運送規則並み補足の制定時に条件付きで可能となった。公衆車両輸送時に、その車両の連結機等の規格が異なったり、連結面に規定を超えると質があるに、 小物車、大物車等の貨車を勇者として連結する場合がある。連結機が異なる場合は、勇者側を一時的に改造するほか、特に国鉄在来線での新幹線用車両を輸送に、際しては車両メーカーがあらかじめ新幹線車両用連結機を装備した大物車を所有しており、これを勇者として使用するのが通例である。火薬類鉄道運送規定において、 火薬類積載貨車の前後に空車の貨車を連結することが定められている。火薬積載車の金傍に機関車や車掌車、緩急車等の乗員が乗った車両、あるいは危険品積載車が連結されるのを防ぐ趣旨であり、時代によって規定内容に若干の変遷があるが、外して積み荷が不燃性で輸送中に衝撃をもたらす、恐れのない無害貨車や、 積み荷が難燃性で発火性がない有害貨車は空車に代用することが可能であった。これらや改装中の空車が充当できない場合には別に空車が手配され勇者として連結された。また、火薬以外の一部危険品積載車において機関車 G の連結が禁止されている場合があり、編成中に他の適当な貨車がない場合は勇者の連結を必要とした。 ありがとうございます。